新たに感染が確認されたのは、いわき市で109人、福島市で84人、郡山市で81人など、県内37の市町村と県外で合わせて479人で、月曜日としては過去最多の感染者数となりました。県によりますと、この中には PCR 検査をせずに医師に感染と判断されたみなし陽性が含まれているということです。 入院は三百三十四人で、このうち重症は五人。病床使用率は四十五点五パーセントです。また、自宅療養者数は二千八百九十二人で、過去最多となりました。こうした状況を受け、昨日、内堀知事は。まん延防止措置を延長する可能性を示唆しています。